やばい。なに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 、 What's what? ちょ待って、恐竜おるって、恐竜。え、今やばくね、よよ。ちょ待って、クリップ。恐竜おるけど。ちょ待って、そんなこと言ってる場合じゃない。何があった今。え、まだこれバグってる。ラマいる。なんか視点さんめっちゃ広くねこれ。え、なんか、え、なんかおかしい、なんかおかしい。え、やばい。何これ。なんだこれ。え、何これ。なんか視点おかしくね。何が起こった。何これ。なんか背小さいよね普通に。お、やばい。なんだこれ。エイムできないんだけど。やばすぎ。一旦引こう、これは。これ一旦引こう。ちょっと待って、やばい、大変なことになってる。もう ADS したらこんなんなんだけど。やばいってこれ。ちょっと待って、フォートナイトがバグってるんですけど。なんでこうなったの。たまたま、なんか俺変なことした、チーターしてみたいになってない、なんか FOV が。なんか昔の引き伸ばし思い出すんだけど、距離感がつかめない。なんかめっちゃ変な感じするくらいこれ。やばい、なんか何これ、やばいって。戦いたいねこれ。じゃあ次から戦いに行くか。あ、これ画質下げ、俺これ画質高くね、画質下げてるからかな。いやでもそれだけでならんはずよなこんな。あ、分かったかもこれ。これスライディングしてる時と同じじゃないこの感じ。ほらスライディングしてる状態のこのさ、横の引き伸ばしみたいになってるじゃんこれ。え、そういうことでしょ。これスライディングしたら視点変わんないもん。いるぞ。やばーい。やばい。えぐいて SMG の。え、何してんねん。おもろいなこれ。でもなんか慣れてきた。普通にやべえけどな。あら、かわいそうに。なんかいいもの持ってないな。これ持つか。あんち行きまーす。スパイダーマンの時は意外と普通。スパイダーマンの時は普通じゃない、あんま変わってない。なんじゃあれ。相変わらずダメージがえぐいんよ。え、なんだ。あぶねー。タワージャンク、この辺懐かしい。なんかルートレイクっぽいなこの辺。これ多分ね、普通の画面より周りが見えるようになってんだよねこれ。って言った俺、言ったかもしれない。とりあえずフォートナイトがバグったけど、これでビクロイしたいね。していいのかなこれでビクロイ。痛いよー。 Run.
この試合ガチ勢多いな。ちょっとこの視点で倒せないかもしれない有利っていうか不利だけどな、どっちかっていうと。めっちゃイムしにくいんだけどね、酔ってきたし、なんなら。もうやばくない？だってあっちこっちにもこの、なんて言うんだろう、キャラが動きすぎてる。普通キャラって真ん中にずっといるはずなのにさ、なんか右に動いたり左に動いたりして、なんか酔ってきたんだけど。まあ強くはないよね、このバグ。ちょ、後でこれ終わったら何してかもう一回見とこ。何かでも俺したんだよね、このバグ起こる。それかがたまたまかもしれないけど。やばい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 、あとお、撃っちゃってね、これ。やばいやばいやばい、1対1だこれ。やばい、気づいたらラスト1人なんだけど。オッケー、ウーフー、やば、これ勝っちゃったんだけどこの視点で勝っちゃったよ、やばすぎだろこれ結局何だったのこのバグ。という感じで今回の動画はこのなんかね、視点がめちゃくちゃバグってたんですけど、たまたま撮影してたらなんか視点がバグってそのままね撮影続けちゃったんですけど、でロビーに戻ってきたらまたバグってるんですけどはい、という感じで今回の動画はたまたまね撮影をしてたらフォートナイトがバグったので、そのまま今回はそれでビークロイしてみたんですけど、このバグやばいと思った方、なんかねちょっと昔の引き伸ばしを思い出させる感じのバグだったんですけど、このバグやばいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画少しでもいいなと思った方、あ、もう2回言ったわ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。